ケイシー・パトリック・ケリーは、アメリカ合衆国フロリダ州サラソタ軍、サラソタ出身のプロ野球選手、ウト右ミギウチ。父親も元メジャーリーガーで、トロントブルージェイズの保守だったパッド・ケリー。高校卒業後は、アメリカンフットボールのクォーターバックとして、テネシー大学へ進学する予定だったが、2008年の MLB ドラフト一巡目で、ボストン・レッドソックスから指名され、プロ入り。 契約金は全指名選手中5番目に多い300万ドルだった。プロ入り後も本人の希望によって投手と遊撃手の二刀流を続けていたが2009年12月に投手への専念を発表した。2010年12月6日にエイドリアン・ゴンザレスとの1対4のトレードが成立しアンソニー・リドラ3選手と共にサンディエゴ・パドレスへ移籍した。 2012年8月27日のアトランタブレーブス戦でメジャーデビューを果たし6回無失点で初登板初勝利を挙げた。またこの試合でケリーは年間チーム15人目の先発投手企業となった。これはパドレスの球団最多対記録である。2013年3月22日、尺足速腹人体にわずかな損傷があることが分かった。4月2日に トミー・ジョン手術を受けたため、シーズンは全休となった。2014年3月3日に、パドレスと1年契約に合意した。2015年12月10日に、クリスチャン・ベタンコートとの1対2のトレードで、リカルド・ロドリゲスと共に、ブレーブスへ移籍した。2016年はメジャーで、自己最多の10試合に登板したが、0勝3敗、防御率5.827脱三振と振るわなかった。 オフの11月2日に40人枠を外れる形で、AAA 級グーイネットへ配属された後、7日に FA となった。2017年1月27日にシカゴカブスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズン開幕から参加の AAA 級アイオワカブスでプレーしていたが、7月20日に自由契約となった。 2017年7月29日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、参加のトリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ配属された。オフの11月6日に FA となったが、2018年2月25日にジャイアンツとマイナー契約を結んで再契約した。2018年は開幕からトリプル A 級サクラメントでプレーし、8月10日に メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。2018年11月21日に韓国の LG ツインズと契約した。LG では2019年に14勝、2020年にチーム最多の15勝を記録。ありがとうございます。